やたら手際も良かったし、普段からやってるのか。クワ君、この子は話しちゃダメよ。美味しいご飯が食べれるのは幸せなことなんだからね。はい、あーん。子供扱いすんな。アクア君の助けになろう。君が私を助けてくれたみたいに、私も君を支え、五反田監督のお弟子さんなんだ。見たいです。アクア君が出てる作品見せてください。一緒にここから出ようよ。かわー。小学生の時のやつな。あんまり人に見せたくなかったはずなんだが、どういう心境の変化だろうな。これ用意した演技ですよね。感情が乗ってないから端々の反射神経が悪い。あいつはどうも自分の感情を出すのが得意じゃないらしい。だけど器用なやつだからよ、どっかで見た演技を自分の中でつなぎ合わせてそれっぽい演技ができしまうんだ。自分には才能がないとしょっちゅうこぼしてる。